こんにちは、すぎぞうです。今日の動画なんですけども、前回の動画で、駆動系3点セットとエアクリーナーの交換の動画をお送りしたかと思うんですけども、今日は早速リベンジということで、第2透明にまた実装テストに行ってきました。ではその模様どうぞ。再びリベンジに来ました。入ってきます。ここからですね、前回と全く同じです。スマートインターチェンジですね。駿河湾沼津パーキングエリア行きます。いよいよ本線合流です。ちょっと車が多いんで様子を伺ってます。フル加速の、過去3回の中で一番交通量多かった気しますね。まだ盆休みの人いたんですかね。で行きます。そろそろフル加速です。98、もう100キロ超えました。だがもうすでにここの時点で100キロ以降の伸びが早いですね。111キロ、112、3、4、5、もう前回の最高速あっけなく超えました。やりました。118まで行きました。ですがちょっとここ GPS で見て若干下り勾配かもしれなかったですね。だから下り参考で118ってところですけど、ちょっと前走車近づきたら離れます。アクセル緩めてます。ここからまた全開ですね。前回の110か111はあっけなく超えて115.6と伸びてきました。117まで伸び出して、長泉沼津インターの2キロ看板のところで前回109キロでしたね。なんでだいぶ伸びてますよね。良かったです。またトンネル見えてきました。富沢トンネルですね。ここ第1回の時に最高速115キロを記録した場所です。で前回は109止まりでした。今日はもう113キロ、すでに前回超えしちゃってます。入りました。114キロ5、6、もうちょい上がると思うけど116止まりでした。あとちょっとトンネル内でよく見えるんですけど、スマホのメーター見ると回転は9500ですね。これも前回と同じですね。前回も9500回転で109だったんで、同じ回転で今回スピード伸びてるんで、やっぱり駆動系が原因だったのかなっていうのがこの辺から分かるのかなと思います。116ぴったりですね。というような感じでご覧いただいたような検証結果が出ました。皆さんいかがでしたでしょうか。良かったです。でも本当に。ちょっと最高速がちょっと前回落ちちゃった時に、あれおかしいなと思って、ちょっとがっくりしたんで、なんでだろうと思った時に、まあ、駆動系じゃないかなと思ったんですよね。まあ、速距離も2万キロ行ってたんで、多分駆動系、ちょっとやばいのかなと思ったんですよね。まあその仮説通り、まあ開けてみたらウェイトローラーが、まあ前回も画像出しちゃいますけど、こんな感じで結構ひどい段付き摩耗してたんで、これはと思いましたよね。あとちょっとベルトの方が幅が減ってなくて、ちょっとあれと思ったんですよね。ベルトも摩耗してるかなと思ったんですよね。まあというような感じで、おそらくウェイトローラーの段付き摩耗が原因だったんじゃないかなと思います。ひどかったですもんね。やっぱまあというのも、結局ウェイトローラーが1ミリぐらい減ってんじゃないですかね。1ミリぐらい減ることでプーリーの変速幅が若干縮まったことで最高速も出なくなっちゃったんですかね。でまあ結果が出たんで、結局
ウェイトローラー、ベルト、スライドプーリー、スライドピースはまあスピードの影響しないと思うんですけども、ベルトなんかもまあ微妙に立ってて最高速には影響したんじゃないかなと思います。まあとりあえず良かったです。ひょっとしてエンジンがおかしいのかなとかいろいろ思ったんですけども、自分の場合、あ、そっか、自分の場合走行が第1回目最初の第2投目の最高速チャレンジの時は3829キロだったんですよ。ウィウィシーですね。まだいいね、1万も行ってなかったですね、全然。でこの時があのトンネル内で115キロ行ったんですよね。で第2回目、今年の7月の第2回目の時が2万700キロぐらいだったんですよ。でこの時でトンネル内が109キロで、まああのその前の区間で一瞬だけ111キロ行ったような感じでした。駆動系をリフレッシュして臨んで、今回が2万2670キロでトンネル内が116キロで、あのその前の区間、まあ、ちょっと下りっぽいとこなんですけど118キロ出ましたね。でも前の時下りでも118出ませんでしたね。同じ下りであれ111キロかなって。やっぱ駆動系劣化すると下りでもスピード伸びないですよね。うん。そんな感じで PCX の場合、あのリミッターの話もよく出るんですけども、リミッター、速度リミッターじゃないですよね。回転のリミッターなんで、エンジン9500回転ですかがリミッターかと思うんですよ。なんであの9500でスピードが変わるっていうと、やっぱり駆動系が劣化してるんですよね。今回の検証で明らかになりました。それなんで、あの元々自分今回あのハイスピードプーリーもつけたかったんですよね。実はあればなんですよ、なかったんですよね。PCX160 用のっていうと、あのウィルズウィンでプーリー出てたんですけども、これなんかあれだったんですよね。加速はいいんですが最高速は落ちますという文言があったんで、あの採用取りやめました。加速は何度も言うようにあんまり不満ないんですよね。最高速だけほんのちょっと伸びてくれたらいいなというふうに思ってたんで、それなんで、まあ、今後もしハイスピードプーリー出れば買いたいというか買うかもしれないですね。あとはあのプーリーじゃなくてウェイトローラーでドクタープーリーっていうなんかすごい名前のプーリーじゃないやあのウェイトローラーがあって、それにすると加速も最高速も伸びるって聞くんですけど、本当ですかね。もし使ってる方いたらちょっとコメントでどんな感じか教えていただければなと思います。まあ、いくつか書いてある方のブログとか見たんですけども、そんなに情報もないですよね、ドクタープーリー使ってる方の。面白い形してますよねこれひょっとしたらドクタープーリーも使ってみるかもしれないんですけど、わかんないですね。最高速はでもこんだけ劣化するって驚きましたね、純正状態で。まああのマフラーとか結局プラグとかいろいろ変えてもエンジン回転は変わらないですからね、レブリミットがあるんで。だからまあ結局は駆動系なんですよね、あの速度をどうにかしたいっていう時は。まああとはあれですね、たまにコメントとかでもいただいてるんですけども、マフラー変えたら最高速落ちましたっていう方が結構あったんですよね。自分もまあその一人だったんですけども、まあ、今回の自分の検証で、まあ、どうなんですかね、結構距離、自分の場合2万キロも走ってるんで、駆動系が、まあ、それなりの劣化ということで駆動系をリフレッシュしたら最高速が戻ったんですけども、他の方もじゃあ駆動系が劣化してるんですかね。まあちょっと何キロ走ったとかそういうデータがよくわからないんで何とも言えないんですけども、新車購入時からちょっと最高速落ちてきたんじゃないのっていう方は駆動系のリフレッシュを検討してみるといいのではないでしょうか。そんな感じですかね。まあという感じで、あの今回の動画は走行距離が2万を超えてしまい最高速度が落ちてしまった PCX160 の駆動系をリフレッシュしてみたら最高速が戻るかどうかというあの検証動画だったんですけども、見事に最高速が戻ったと結果をもちまして、今回の動画を終わりにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。あの、グッドボタンと高評価の方よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。
last night.